とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、金装備を入手しに行きましょう。古代狩り。今日の捧げ物はこれで行きます。まあ、ユニーク品は1個だけか。それで 78% の 1.3 人。ここまでね、上げることができたので、行きましょう。前回このフロストワーデン、これが3体一気に出てきて、なかなか美味しかったのよね。今日もその感じでお願いしたいね。難易度は、前回9で行ったのよね。9で行ってやられちゃったから、8だな。いや、9だわ。9、9。レアのリロールはやっぱり2回じゃないと、なんかレアがあんまり出ない気がするから、これで行きます。古代狩り開始。では行こうか。いきなり大電付きのやつがいるぞ。どういうこっちゃ。これね、装備をね、ちょっと考えてみたんだけど、これさ、ちょっと、エレメントのカバンを多めに入れていこうか。それがやっぱね、ちょっと前行った時に安定したのよね。2で行くか。エレメントのカバン2で行きましょうか。レベル1高いやつがあったね。これで行こうか。なんかね、これ意外と良かったんだよね、この組み合わせ。おうおう、やっぱり敵の難易度が低いところはこれ結構余裕でダメージ与えれるんで、よし、今日はこれでいこう。エレメントのカバン戦法でいこう。うまいことね、この雷がガシガシ降ってきてくれれば余裕で倒せるんだけどね。そうでもないときは霊気ばっかり出てどうしようもない。おお、でも今日なんか意外と出るぞ。いい感じのやつがいっぱい出るね。よっしゃ、霊気だ霊気ばっかりだ。いや、やべ、おい、もういきなりやられた。エンチャクリーパーには即座にちょっと対応しないとね。まずいわ。他は？え、なんもないね、基本的に今回。はい、わかった。わかった、イベントか。やばい！よし。いいぞ。いいよいいよ。スポーンどこ？あった、スポーンあった。4つだからね。そっちかい。 OK、 次ここの島に来い。あ、違った、あっちか。 OK、 ここがねちょっとめんどくさいけども行きましょう。古代人の平均値が 1.3 だから結構今回期待できるのよね。そこそこ出てきてくれそう。頼むよ。でもね、その古代人がとにかく強いから行くまでにちょっとねライフを残しとかないといかんね。多分そこでやられることもあるだろうからそこはちょっと残しとかなきゃ。オッケー。おっと、これは牙だね。牙が来る。ええー、いい。今日は俺この作戦で行くって決めてるから。そっちかい。おい、あ、来た来た来た。ああもうやられた。
ない気は。待て、おいおい、ちゃんとさやってくれよ。全然。おっしゃー、倒した。待て待て待て、おお、とりあえず1個スプラウトアーマー、入手しました。これあー、いけるね、いけるね。フロストワーデンだね、ここは。オッケー。雑魚敵も結構出るけど、無限湧きじゃないから、いける。あ、で、今回はフロストワーデン1体しか出てない。余裕。この前、これ3体出たからね。なんか出た。雪か。冬の指先だったらめちゃくちゃ嬉しかったけど、まあ仕方ない。オッケーオッケー。金装備が、着実に増えていってる。もっといこうもっといこう。今回あと3つぐらい行きたいね。なんだここ、初めての場所だ。見たことないな、こんなとこ。行きましょう。狭な、骨っぽい、骨っぽい、骨っぽいよ。ちょっと待って、こっちは反対側はないね。よし、はい、いいぞいいぞいいぞ。うまいこと雷連発してくれよ、頼むから。雷が出さえすれば何とでもなるから。おし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 、オッケー。金が結構出た。あー、ない。どこだ、なんかいるな。おし、いいよいいよ。おし、金が結構出る、ここすごくいい。おし、かなりいい感じ。雷出る。おし、宝箱発見。あ、でも宝箱からはあれだよね、基本的に金が出るんだな、ここは。いいね、雑魚敵からも金がポンポン出て、今回美味しい。いいよいいよ。いいぞ。あー、なんかいる。ちょっと嫌なのがいるな。これ下の方行ってないね。下行ってない。ちょっと下から行きましょうか。古代人はね、全滅させていく。はい。ちょっと待て。お前。走ってくんな。宝箱。おし、金が美味しい。金美味しいよ、今回、本当に。いい感じ。でゃっ、ちょっと待って。待て待て待て。回復持ちたいけど。あっ、これまずい、こっちまずい。オッケーオッケーオッケー。嘘、ああ。そこに出てきたか。やばい。ちょっと待って、なんか雷が全然出なくなった。雷、お前か。もう。やりやがったな。よし、ここも初めて。古代人だ。え、いけるかいけるか。まあまあ、いざとなったら後ろに逃げよう。ここ誰が出る？おお、ここなんか余裕っぽいぞ。あ、来んな来んな。よしよし、オッケー、倒した。お、あ、来た来た。めっちゃ光ってる、めちゃくちゃ光ってる。来た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 。出ちゃった、ついに出ちゃった。強固なアーマー、これだね。金色のユニーク。はいはいはい。まあ、ポーションの時の、ポーションバリアはついてるね。で、攻撃が当たれば、矢がスクラウトされます。あー、これ全然いらないやつじゃないか。いや、これ金装備でさ、いいのを選んでいくのって、なかなか難しくない？まあまあいいや。初めての輝く装備。
出ました、初めて出た。こっちないね、もうないね。よっしゃ、輝く初めて来た。じゃあまあ今日はね、このままクリアしちゃいましょう。いっちゃうよ、もうちょいだ、もうちょいでしょ、クリアするんでしょ、そろそろ。よし、まだか、長えよ、長いって。え、まだまだっぽいっすな。あー危ねえ、死ぬ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 、やば。あ、あったあったあった、いっぱいあったいっぱいあった。逃すわけにはいかないでしょ、こういうところを。よし、こっちから行ってみよう。帯電ひど、帯電付きかよ。よし、透明化していけば。あっ、いいね、よし、金ごちそうさま。次行こう。いやー、いやー、今回は絶対クリアしてやるかな。あっ、もう待てよ、あぶねえ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 。粘着リーパーいっぱいおった。よし、 OK です。金今回でも100個以上入手できてるね、いい感じです。で次あっち側でもうクリアでしょね、もう今日はクリアさせてください。やった、え、ここでもうクリアなのよ。ゴール、ゴールは見えた。あとは他に何かないか、ない、ないわ、クリアです。やったー、はい、戻ってきました。よかったね、今日は初めての輝く装備入手できました。まあ弱かったけども、こんな感じだよね。ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。